金歴とは、主に金文字を使って書かれた和れのこと。本名料で作成されて、漢字を用いた愚中歴に対して、民間で作成された。国字歴という表記を用いる場合もある。当初は単に愚中歴を金書きにして、その要点のみを記したと考えられているが、後には、三島歴などのように独自の変歴を行う暦も現れた。 宇治周囲物語に金歴が登場するが、現存最古のものは、鎌倉時代中期のものである。鎌倉時代末期には、半本の金歴も現れた。金歴には主にひらがなが用いられていたが、カタカナ書きのものや簡易な漢字が混じったものもある。典型的なものは、最初に歴上を置き、毎月の最初に一行を設けて、月名や代償を記載する。次に、 各日の欄があり、上中下の三段に分けられて上段に、日付、漢字、十二字架を、中段に整設、中期など、その他の記事を、下段に、吉祥、簡単な歴中などを記した。愚中歴は貴族にのみ配布されてその数も限定的であったのに対して、金歴は制約がなく、しかも金文字か簡易な漢字しか知らない。 庶民層でも読むことが可能であったために広く民間に伝わった。日本の暦の普及に大きな影響を与えたのは金歴であった。後に京都でも音量寮の監修を受けた経歴が成立した。ところが上京歴改歴後、全国の金歴は江戸幕府及び土見か家の監督下に置かれ独自の変歴が禁じられた。ただし、薩摩藩の飛行を受けた 薩摩歴だけがこの金を逃れられたという。だが、1873年の太陽歴解歴によって、愚中歴ともどもその存立の基礎を失って消滅することになった。ありがとうございます。